だ。お待たせしました。日本全国働く車パッカー社を紹介するパッカー探訪、今回は新潟県の佐渡島アイマーク環境さんです。国たちリストチャンネル。アイマーク環境さんには本当にいろんなパッカー社があったな。佐渡弁パッカー社、佐渡ガエルパッカー、そして小舞台パッカー。いやー面白かったな。さて国たちに帰ろうっと。よかったよって思ったらグッドボタンと。ちょっと待って、リスト君、アイマーク環境にはまた違う、パッカー社もあるんだよ。まだあるの？あるんだよ。モアイ像、自由の女神、ピラミッド、スフィンクス。そうです、これは誰もが知っている世界遺産をデザインしたパッカー社です。アイマーク環境さんにはどうして世界遺産をデザインしたパッカー社があるの？はい、ユネスコ遺産登録、ぜひ、していただきたいという思いを込めて、少しでも、後押しできたらなと思いまして、このカラーリングにしました。世界遺産とは1972年にユネスコ総会で採択された世界遺産条約に基づき、世界遺産リストに記載された顕著な普遍的価値を持つ建造物や遺跡、景観、自然のことです。日本にも富士山や姫路城などたくさんの世界遺産がありますが、ここ佐渡では佐渡金山銀山遺跡で、新潟県では初となる世界文化遺産登録を目指しています。そうです、アイマーク環境さんは地元佐渡の世界遺産登録を願って、ゴミ収集車の荷台に世界遺産のデザインをしているのです。でもちょっと気になることが。あれ、肝心の佐渡金山の絵がないぞ。ちょうちゃんに聞いてみよう。ねえ、なんで佐渡金銀山の絵がないの？ですね、これは登録されてからのお楽しみということで、いかがでしょう？そういうことか。登録されるといいね。ありがとうございました。見たいな。アイマーク環境さんの佐渡金山銀山の世界遺産パッカー社。またパッカー社が帰ってきたぞ。はい、はい、止めてください。いいですね、最高。なんかかっこよく降りてきてください。メルヘンなパッカー社から降りたのは王子様ではなく、池叔父の長さんです。この長さん、声も渋くて素敵なんですよ。かわいいパッカー社だね。リスト君、乗ってみる？パッカー社に乗せてくれるの？なんと長さんの運転するパッカー社に特別に乗せてもらえることに。よいしょっと、出発。
しかったな。今日さん、パッカー車乗せてくれてありがとう。アイマーク環境さんのパッカー車紹介はこれでおしまいですが、他にもユニークなデザインの車両をお持ちということで、合わせて紹介させていただきます。わあ、鬼だ！もしかして鬼みたいに怖い人が乗っているのかな？あ、誰か降りてきた。優しそうな人だね。これ何の車ですか？これはバキュームカーと言います。バキュームカーって何する車だっけ？これは皆さんの家のトイレの、溜まった屎尿とかのお掃除をする車です。なるほど、トイレをきれいにしてくれる車だね。でもこの鬼は何だろう？もしかしてトイレを汚したら車の中から鬼が出てくるのかな？うらぁ！これは佐渡の伝統芸能の鬼太鼓って言います。へえ、伝統芸能なんだね。斉藤さん、ありがとう。はい。あ、ちっちゃいカブッチャだ。わあ、こっちも可愛い車だな。ねえ、お兄さんたち教えて。この車、何する車なの？これは、浄化槽の点検をする車です。へえ、浄化槽の点検。浄化槽って何？浄化槽とは、お宅の方で出る、キッチン、トイレ、お風呂だとかから出る汚れた水をきれいにする施設です。そうなんだ。みんなありがとう。いかがでしたか？2週にわたってお届けしたアイマーク環境さんのパッカー車。パッカー探訪では初めて雪景色も見ることができました。アイマーク環境さんは地元新潟佐渡に根ざして、ゴミ収集以外にも浄化槽点検や片付けサービス、蜂の巣駆除など様々な活動をされています。定期的に行っているボランティアのゴミ拾い活動には多くのスタッフが参加されているそうです。佐渡金山銀山が世界遺産登録されて、アイマーク環境さんに新しい世界遺産パッカーが誕生したら、ぜひまた国立リストチャンネルで紹介させてくださいね。リストくん、さようなら。さようなら。バイバイ。国立リストチャンネルにはたくさんのパッカー車の動画があるよ。他の動画も見てね。よかったよって思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。国立リストチャンネルでは、産業廃棄物の話以外にも、国立市にお住まいの方にとって役立つゴミ情報もお伝えしたいと思っております。ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また見てね。